1871年のパリコミューンに参加したため、崩壊後に、ロンドンへの亡命を余儀なくされ、1872年に、同地を放浪していたベルレーヌ・トランボーに出会い、二人を描いた素描を残した。この後、アメリカに渡り、シカゴで、デッサンの教育の改善に取り組むが、早くから日本への関心も抱いていた。1876年のフィラデルフィア、万国博覧会では、 リオンの実業家、エミール・ギメと出会い、フランスの文部省から極東の宗教調査を依頼されたギメと共に、記録画家として開国語間もない日本へ旅立つことになる。1876年8月、日本に到着した彼らはまず横浜に滞在し、東京から京都へ向かう。伊勢、大阪、神戸を通り、その後、 中国、インドを経て、翌1877年3月頃に帰国する。この旅でレガメは、芝居小屋や、寺社の光景、庶民などの暮らしを、生き生きと、スケッチに残した。彼は、日本人の印象をこう述べている。日本人の微笑みは、無償で与えられるものなのだ。それは、すべての礼儀の基本となっていて、どんなに耐え難く悲しい状況であっても微笑みを、 浮かべるのである。パリの週刊新聞、ルモンド・イルストレ氏の1877年3月31日号には、早くも、フランスからの宗教調査施設のために、伊勢神宮で披露された舞を描いたレガメのスケッチが、掲載されている。帰国後の1878年には、ギメとレガメはそれぞれ文章と挿絵を分担して、日本三作を出版する。また、 1878年のパリ、万国博覧会ではギメが持ち帰った東洋の品々が展示され、調査の成果が披露された。その後も二人は各地で日本文化を紹介するが、レガメは会場でスケッチを描いてギメの公演を保管したと言われる。1891年にレガメが出版した実用日本の中には、満員聴衆の前、レガメが 壇上で描いている日本の情景の絵、子供の祈願が挿絵として入っている。一見、祖母と母子が鳥を放って遊んでいるようだが、道書によると、日本の寺院では、門のそばに鳥籠を前にした老女がいて、子供は小銭と引き換えにその籠の鳥を、人は自由にしてやり、善行を積むのだという。レガメはその後も、日本を紹介する、数々の出版物を出し、 1900年にはパリ日仏教会を設立、ギメが副会長、自らは事務局長に就任する。一方、ギメが持ち帰った大量の仏像は、現在では通称ギメ美術館として、日本でもよく知られるフランス国立東洋美術館の母体となった。ありがとうございます。